はい、白です。今回ですね、浅い海域に導入できる新型洋上風力実証機が完成というニュースですね。えー、NEDO プロジェクトで完成が進んでいた新しい付帯を活用した洋上風力発電システムが完成。日本の周辺海域に適したバージ型と呼ぶ浅い水域に設置可能な負体を採用しているのが特徴だというニュースですね。新エネルギー産業技術開発機構 NEDO とマルメニなどのコンソーシアムは、 2018年8月10日、日本発というバージ型付帯に風車を搭載した付帯式洋上風力発電システムの実証機が完成したと発表したというニュースですね。北九州沖に設置し、2018年秋から本格的な実証運転を開始するという形で、こんな形です。で特徴的なのは、ね、あの次にもちょっとお話しますけども、書かれているんですが。 同システム実証機は水深 50m 程度の浅い海域でも設置が可能なバージ型と呼ばれる小型付体を採用しコンパクトな2枚羽風車を搭載しているこのね2枚羽風車っていうのは結構特徴ですねこれはあの普通は3枚羽でやってるんですけどもこれは多分意味があってやるのかなというところだとは思います 洋上風力発電は風車を支える基礎構造の形式により回転に基礎を設置する着床式と基礎を海に浮かべる二重式に対別される。NEDO が実施した調査では日本近海で洋上風力発電が導入可能な着床式と二重式を比較すると二重式は着床式の約5倍の導入可能面積を有しているというまあそうでしょうね。日本の周りっていうのは意外と遠浅じゃなくて深い海のところがすごく多いですので このやっぱり、付帯式っていうのは非常に重要な、えー、発電方法になってくると思うんですけど、まあ、ちょっと考えてみれば、ね、すぐ分かる通りり、ね、コストが結構面倒、あの問題、面倒じゃないですね、問題になってくると思うんですよね。何しろ、着床式と違って、あの大きなここにも、ね、ちょっと載ってますけどね、二重ですね、この構造物をあの海の底とケーブルとかですね、チェーンとかによって、 固定しなあとねこの構造物自体が非常に大きなものになってですねさらに結構重いものになっていくんですよねここにもちらっと見えてますけどねこれも多分ね付帯式の洋上風力発電だと思うんですけどもあのー、そういった形でですね非常に構造物を作るのにコストがかかるという形なんでとあともう一つはメンテナンスですねそこら辺がちょっと難しいのかなという形です。 はいまあ、ちょっとねあの飛んじゃいましたけど、えー、しかし世界的に商用化が進んでいる二重式の一つであるスパー型は 100m 程度の水深が必要になるそこで水深50から 100m の範囲に設置でき着床式に対して、えー、コスト競争力のある二重の開発が課題となっていたこうした中 NEDO では2014年から水深50から 100m に、えー、適,用かつ適用可能かつ低コストな二重式 洋上風力発電システム実証研究を開始し、実証会議の選定、負債の設計、製造を進めてきたと。2018年6月にバージ型と呼ばれる小型負債を製作、そしてこのほどネドとマルベ紅、日立造船、グローカル、エコパワー、東京大学、宮殿、未来エナジーのコンソーシアムがバージ型を左右する負債式洋上風力発電システム実証機を完成させたという形なんですよね。 でシステム実証機は、羽根製のバージ型付帯構造物にコンパクトな2枚翼、2枚翼ですね、アップウィンド型の3メガワット風車を搭載しており、スタッドレスチェーンと超高波中力アンカーの組み合わせによる約計9本の計量システムで計量し、厳しい気象・解消条件においてもシステムの安全性が確保をされるよう設計を行っと。風車のローター系は、 100m、幅、高さ 72m で、重量は約133トン、ローターとナセルですね。まあ、ここから上の部分だけでそれだけあるという形ですね、ここから上ですね。で、二重形状は、長さ 51m、幅 51m という、かなりありますよね、これね。高さ 10m で、喫水約 7.5m。あー、7.5m は埋まっているという形ですね。 重量は3100トン。すごいですね。風車、バラストを含まずという形になってますん、ね、で、バラストを含むともっとすごいんですね、これね。で、えー、風車、渓流、バラストを含む総重量は9858トン。相当な重さですね、これね。だからバラストも相当重いっていう形でしょうね。うん。だから、ここに経流しながら、さらに50メートル。 の深さですから、まあ、ここからまた、経流のケーブルがね、4 5 0メートルも伸びてると思うんですけどもねで、実証機の開発では、丸めにがコスト分析、関係機関との調整、日立造船が負担設計、製作、設置工事、グローカルが風車選定、および経流システムの開発、エコパワーが環境、影響評価、東京大学が本システム、性能評価、およびコミュニケーション活動、九電未来エナジーが 系統連携協議および電力品質評価についてそれぞれ担当したという形ですね。で今後、実証機は北九州沖15キロメートル、水深50メートルの設置海域までえ行し、経流電力テーブルケーブルを接続した後試験運転を行い、2018年秋から2021年度にかけて実証運転を開始すると。発電した電力は九州電力の系統に接続する予定だと。 自称運転中は計測データによる設計検証や遠隔操作型の無人潜水機を使用した負担や軽量システムの効率的な保守管理方法の技術開発を行い低コストかつコンパクトな負担式洋上風力発電システムの技術の確立を目指すということになってきてますね結構大げさなことになってきてますけれどもまあでもですね負担式洋上風力発電というのは日本の海域に非常にあって ているやり方ですよねそれとやっぱりそのメガワットが結構大きいんですねこれは3メガワットっていう形でそれほど大きなものではないんですがあのいくつかねこれが重なって例えば40個とか50個とかですねあのまあ、この3本3枚バネのやつなんかでもいいんですけども重なってくるとやっぱそれがね100メガワットとかなるわけじゃないですか。ただ あの風力なんでね、常にこう風が吹いているわけではないですし、あのこの2枚までにしたっていうのは、多分ね、折れにくいようにしたのかなっていうところもあるんですよね。海域の中で,です、ね、あの風がかなり強すぎてしまうと、これの台風みたいなね、あの非常に強い風が吹いてしまうと、これが折れる可能性がやっぱり非常に高いですよね。そこの部分を注意しているのかなというところもあります。沖縄なんかで,です、ね、これれがパターンと倒れる方式の あの地上に設置する風力発電というのがあってそれもやっぱりそれほど大きな羽を使ってないというのはあるんですけども、まあ、地上にねこうパターンとやってもです、ね、地上のところでもかなり風が強いのでなんか物が飛んできたらバキって折られそうな気がするんですけどね日本はそのやっぱりかなり風の,その向きというか強さっていうのがです、ね、変化が激しいので風力発電というのは結構難しいかなという気はするんですよね。 うん、まあでもねあの実証機でどれぐらいの,その風に耐えられるかっていうのもかなりあの真剣にこうやってくると思うんですけどもね、まあ、設計上でかなりこうしっかりと見ながらやってるとは思うんですけども、まあ、そこら辺の部分もねしっかりとやっていかないとですねせっかくこれだけ高価なあのものこれかなりお金かかってると思うんですよねしかも長年使うってことでメンテナンス性の面でもね しっかりやっていかないと難しいと思うんですけどもそこの部分のコスト計算ですとかねメンテナンス性っていうのもし、あのー、しっかりとね実証しないといけないのかなという部分ももちろんあると思いますなんか、ね、しっかりしっかりばっかり言ってね本当に申し訳ないですけどもあの確かにねこういう実験っていうのはやるまでもう計算を事前にね行っておかないといけないと思うんですが実際にやってみないとこれ分からない部分も結構大きいと思うんですよね うん特に気象条件っていうのはかなりここのところも変化が大きいのでそういう海域でねどれぐらいのものが起きるのかどれぐらいの発電ができるのかっていうところもそうですしどれぐらい耐えられるのかですよねどれぐらいのメンテナンス頻度でいけるのかとかそういったところも実際に浮かべてみて発電させてみないとわからないところっていうのは結構いっぱいあると思いますね。でこれがねやっぱり少しずつ 改善されていって、うまくいくようになってくると、実はいろんな海域でね、使えるようになってくるので、コストに見合ったものっていうのがね、いろいろ出来上がってくるんじゃないかなと思います。それまではね、投資がかなり必要なうん発電方法かなというところありますよね。あと、海域によってなんですけども、ケーブルをね、結構延長しないといけないような感じになってくると、送電ロスなんかもね、ちょっと気になるかなというところもありますね。 はいまあ、なかなかね、ちょっと付帯式洋上風力発電っていうのは、課題も多いし、なかなかね、難しい面がいっぱいあるかなというふうに、今のところ私は感じていますけれども、まあでもね、いろんな方法でね、発電を行っていくっていうのはやっぱり大事なことなので、まだね、こういう企業さんが協力体制を整えてくれてるっていう間にね、あの結果を出して、あのいいものを作っていただければなというふうに感じております。 まあ上からなんで、なんで上から目線になるんだよって感じなんですけど、まあ、結局ね、私もこうニュースは読んでいますけども、何もすることができないのでね、洋上風力発電とか、太陽光だったら、ね、自分でちょっと投資し,てし投資してやってみようかななんていうことも考えられますけど、こっちに関してはね、うーん、まあ、ファンドなんかでね、こう募集するってこともありでしょうけれども、ある程度結果が出てこないとしてはさすがに資金もね、集まってこないかなという気はしますね。はい、えー、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。